立花さんが政見放送で、助けてくださいって言ってるじゃないですか。その助けてくださいの一言がすごく思いが込められてるんですよ。助けてくださいっていうのって今まで言ったかな？助けてくださいって。多分言ってないんじゃないかな？例えば前の、衆議院選挙もそうだけど、助けてくださいっていう言葉って言ってないんじゃないかな？あの言葉すごく、助けてくださいがすごく、印象に残ってるんですよね。立花さんのね。だから、非常に今回は重要な選挙で、何としてでも、そのガーシーを当選させないといけないっていう、要はガーシーを当選させるというか、NHK 党の候補者というか、その議員を一人増やさないと、あと3年ですから、今、浜田さんが、議員されてますけど、あの席ってあと3年しかないんですよ。で、それが今回一人当選することによって、さらに3年伸びるっていうね。延長されていくっていうような、それを繰り返していかないと、通ってその国政制度で入れなくなっちゃうっていうね、いうような状況なんで、非常に、重要な選挙になっているので、皆さん本当に2枚目の、特に2枚目の投票用紙には、ガーシー、または NHK 党で、書いてください。僕も書きますので、皆さんもお住まいのところで、投票所で、書いてください。じゃないと結構、日本は危ないんじゃないかなってちょっと思ったりします。